皆さん、サカツしてますか？あなたのトントゥンになりたいサウナ女子の中上喜和子です。今回私は東京都吉祥寺駅から歩いて2分、モンスターワーク&サウナにやってきました。2023年の12月にできた話題のあのサウナがあるとのことなので、早速行ってみたいと思います。フィンランドで生まれたロウリュ、サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。This is gonna hurt, but it's not gonna work. Listen to my feelings and call it a lesson. I'll be together. ワーキングスペースかな。広いし、植物もあるし、なんかおしゃれな感じだね。お、ガウンかけるところだ。ロッカーと同じ番号のフックをご利用ください。もしかして水風呂？めっちゃ広い。あ、温度違うんだね。こっちが9度でこっちが11度。へえ、場所によって温度違うんだ。めっちゃ冷たい。めっちゃ広い。何人入るんだろう。これぐらい広かったら100人は入ると思うんだよね。ストーブめっちゃ広い。どれくらいあるんだろう。手伸ばして2人分ぐらいはある。15分に1回ナイアガラロウリュが行われるんだって。どこ座ろっかな。3段目ぐらいにしとこっかな。マットおしゃれ、畳っぽい。めっちゃ広くて開放的で気持ちいい。電気ついた。おお、すごい。確かに滝みたいだった。熱風もめっちゃ来るし、めっちゃ汗かいた。最高に気持ちいい。おー、めっちゃ冷たい。I love you electric, like you do. Oh, 枕が動物みたい。静かで薄暗くていい感じ。おお、気持ちいい。で生まれたロウリュ、サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ、自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。